はい、木曜です。ナイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さっきね、はい、スラムダンク見てきたんです。スラムダンク。今、とっても話題沸騰。話題。しかもめちゃくちゃいいと。そうですね。いう評判の。ファンの皆さんすごい大絶賛されてて、はい、ただ、皆さんこれ聞いて、おやと思ったと思うんですけど、私、結構ジャンプ弱者というか、まあ、ある時期までもちろん読んでましたよ、うんうんうん。小学校の時とか読んでたけど、世代的にスラムダンクとかは全然、リアルタイムじゃないし、リアルタイムじゃないっていうか、はい、ほとんど読んだことないし、アニメもほとんど見たことないし、大体どういう人が、なんだっけ、桜木花道が主人公、髪赤い人でしょとか、はい、そういうのはわかりますよ、うんうんうん。なんだけど、そんな明るくない状態なわけですよ。はいはい、そんな私がムービーウォッチに当たってるわけでもないのに、うん、駆けつけてるのは、もう周りがすごくって、もう、まあ、古川光さんね、構成作家古川さんもそうですし、はいはいはい、あと、ライムスターマネージャー、幼いさんが、もうとにかく昨日、目が痛いっつってて、泣きすぎてて、泣きすぎて目が痛いみたいな感じで帰ってきてですね。で、皆さんに言われたのは、その私のような、そのスラムダンク弱者が見たらどうなのかわからんと、うんうんうん。私もエピソード7の時言いました。そのスターウォーズ、ここから見る人がどう見えるのかが俺想像できないと。だから、その知らないって状態って貴重じゃないですか、はいはい。その知らない状態でどう感じるかっていうのは他の人にはできないわけだから。うんうん、特にファンが多いものほど。そうですね、そうですね。貴重な存在ですね。はい。で、まあ、ムービーウォッチメンもね、その、例えば今週の金曜当たるやもしれませんから、はい、まあ、その時になって慌てていろいろやるよりも、はい、じゃあだったらもう先に見とくかということで、行ってきたんですよ。で、もう周りの連中どうでしたどうでしたつってもうざわざわしてるわけですよ。すごいざわついてた俺が何言うかみたいなことで。うんうん、一応ムービーウォッチメンやる可能性あるんであんまり詳しいこと言いませんけど、結論から言えばこれすいませんね、スラムダンク弱者のお前がねそういうこと言う権利あんのかみたいな、うんうん、そういう意地悪なこと言わないでくださいね。普通にお金払って観客として見た結果、はい、私が感じたことすごい良かったです。素晴らしかったです。もちろんその、でね、そういうキャラクターとかわかんのかつって、でもやっぱりいつも言うけど、優れたエンターテインメントは初見の人にもちゃんとわかるように作られているし、ね、いるし、まあ、あえて言えば、これいいのかな？普段はこの桜木さんが主人公なんですよね、うんうんうん、っていうことぐらいは知っといた方がグッとくるという感じは、でも、その全てが想像つく範囲っていうか、それさえわかってれば、はい、あ、こういうことね、劇場版だから今回こういうもの、なるほど、なるほどと、ここに焦点当てたか。ね、私も、先ほどその話を聞いて、待って、主人公、って思ったんですけど、ごめん、あ、出た。ただ、今回の作品は本当に狙われない方がいいっていう風に聞いてたので、私、ニュースとかも何も見てないんですけど、はい、いや、でも、パンフレット見たら、正直、表紙が、もうね、その、配置がね、配置がね、並びで分かっちゃうから、まあ、そこはいいと思う。ごめん、そうだ、もうこれダメだ、ダメだ、あ、そうか、そういうことか、ごめん。でも、俺弱者だから逆に。ポスター絵とか、パンフレットがもうこの並びだったら、多分メディア露出してるポスターとかもこうなっちゃってるわけですよね。うん、だいぶね。ってなってくると、そうですか。まあそこは。あれよりは、だからそのスターウォーズこれから見ようって人に、うん、その、あ、この人とこの人が親子なんですよとか、そういうことを言うよりはデリカシーがまだ。でも、そっか、そこはね。すみません、皆さん、ぼかした話ばっかりしてるもんね。そう。いや、でもさ、そこって結構いろんなさ、その、世界中のパロディとかで結構無頓着に出てくる、出てくる。ツイッターのなんか、パロった映像とかで、そのシーンだけ切り取った画像とか出てきますよ、うん、そのぐらいスターウォーズに関しては世界共通認識ということになっちゃっているから、で、まあ、その、すいません、これ、ごめんなさい。私、ちょっとこれ一線を踏み越えてたら本当に申し訳ないですけど、私が言いたいのは、つまり、すいません、もう、私が言いたいのは、門外観でもちゃんと、その、勘どころはもちろん分かるようになってたし、で、やっぱりその、映画表になったら言いますけど、長編映画として一本これ作るんであれば、これすごくうまい改編だというか、うまいその視点の置きどころだと思います。その理由もね、ムービーウォッチもやったら言いますけど、そして何よりも、やっぱアニメ表現としてすごすぎ。ねえ、話題になってますよね。特に試合の場面。3D 感とかが。そうですね、漫画が動く。まあだから、アニメ表現の例えば最先端でスパイダーバースというね、アメリカの作品ありますけど、うんうんうん、まさにカートゥーンが動き出す感覚というのを、まあいち早くやってみせた。で、みんなその、世界中のアニメ作家は多分そのスパイダーバースにどう応えるんだみたいなことを考えたと思うんですが、まあスラムダンクは明らかにスパイダーバースへの日本からの回答という言い方としても言い過ぎではないし、うんうんうん、そしてそのバスケ、特にバスケというスポーツの特性を描くのに、このやり方すごくまあ合っている上に、まあ、アニメ表現としても優れているし、はい、なんならスポーツ映画っていう文脈でも結
構歴史的なことをやってのけているようにも感じるし、少なくとも日本のスポーツを題材にしたアニメ映画としては突出したものがあると思う。いやー、なんかその本当にこの作品って公開までほとんど情報なかったじゃないですか、はい、ね、予告ぐらいしか、予告も短い、うん、で予告の中に出てくる 3D シーンもとても短い、でそのシーンだけを見たファンたちが不安視していた、はい、あ、そう、僕あの予告の映像を見て、実は僕はだからその門外観だからこそ、うんうん、予告の映像を見て純粋に映像表現として、え、面白いなって、その、はい、スラムダンクのアニメ化、あの今更やるのかって思ったけど、はいはい、この映像が挑戦じゃんっていうか、うんうんうん、すげえ、ちょっと待って、思ったよりすごい作品かもみたいな感じ、私はそこで、あの、やおら色めき出しまして。多分皆さんは世界が終わるまでは世代なんで、うん、もうあの時の記憶。世界が、すいません、世界が終わるまでは世界、世代っていうのはこれは。あの、主題歌ですね。あ、主題歌、ああ、そうなんですか。あ、すいません。本当に。すいません、本当にごめんなさいね、これね。その時のやっぱりアニメーションとか、うんね、声優さんとかが刷り込まれすぎてて、すべてに対しての変化が怖かった。だって随分経ってるでしょ、時間がね。まあ、その同じ人にやらせるったってね、無理が変わらないじゃないですか、思春期に吸収したものって何歳になろうが。それはそうかもしれないけどさ、っていうので、うん、そのでも印象全部公開で覆してるのがすごいなって、うんうん、ねえ、いや僕はだから僕門外観ですよ、門外観、もう完全にあの門の外にいますから、門の外にいる人間なんで、そういうね、あの意見があるのも聞いてましたけど、門の外にいるとへえそんなことで騒ぐんですね、門の外ですから、門の外ですからね、全然もうあの何を言うと影響ないんでね、はい、でもあのその門の外からの人からしても、これはだからその単純にそのアニメとして映画作品としてすごい作品だなというふうに思いましたよという件を先にお伝えしておこうと思いましたということです。すいませんね、でもあー危ない、やっぱりこうあれだ な、この超えるべきでない一線のジャッジとかできないって問題があるな、これな、ああこれ。でも多分正直見てないから見に行けないやって思ってる人たちにやっぱ歌丸さん勇気を与えてますから。あ、そうね、とかあの言いたいのはその多分今盛り上がってる人って、まあ、スラムダンクもともとファンの人で思い入れが強い人が中心だと思うから、あのそうじゃない人にも全然進めていいと思う、これ、うんうんうん、あのトップガンマーヴェリックがトップガン一作目見ておく必要は決してない、はい、あのそうですね、必ずしもないのと同じ、本当に全然大丈夫、うん、そう、むしろ今回開発された様々なその表現みたいなことがすごいから、うんうん、多分そのファンであろうとなんだろうと初めて目にする部分がすごい作品でもあると思うんで、うんうん、あのそこはだから勇気持っていけばいいと思うよ、うんうん、という話。あとなんかいやキャラかぶりないですもんね、この作品5人やっぱりバスケットボールのその、まあ、ね、5対5っていう分かりやすさも、あのくっそ門外から門の外にいるもんで、門の外からこうやって細めで見てるもんでね、うん、私あの視力もあんまり良くないんで、うん、あの途中ちょっと最初のちょっと序盤はちょっとあの判別に苦しむ、まあ、ルカワと三井が確かにね、髪型もですからね、それあの序盤ではちょっとありましたが、でもちゃんとその、はい、あの要するにその試合これがねよくできてると思うんです、はい、これね無病地名でいいって話、あの試合運びとそのキャラクター描写が一致してるっていうか、うんうんうん、そのね試合上の役割とそのキャラクターというか一致、はい、そのでやっぱその少しずつバックストーリーというのもチラリチラリと語られていくみたいな感じで、うんうんうん、まあ、それはだいぶまあ問題なく見れましたし、うんうん、まあ5人しかいないしね、はい、あんまり喋っちゃうとさ、ムービーウォッチメンがさ、だからあの当然ウォッチメン当たったら当然私のことですから、うん、まあアニメ前のやつ全部見るのあれだけど原作はもちろんちゃんと読みますし、うんうん、はい、特に今すごい興味湧いてて、どこが今回のオリジナルであれなのかみたいなのは、あの場面としてはもちろん想像つくんだけど、試合の描写、うんうん、特に試合の、はいはい、例えばこのカメラの動きって漫画だとどうやって、うん、元はどうしてんだろうみたいなのは、確かに私それ鬼滅の刃でアニメから漫画行ったんですよ、うん、漫画こうだったんだみたいな、 あるんで、確かにそういうの確認したいですよね。あれはさ、鬼滅の刃はむしろアクション的にアニメ的に、まあ、なんていうかバージョンアップなんていうか、うん、アニメ的に、うんうん、あの再解釈アニメがすごい、アニメがより漫画を立体化させてくれたなって思って、ね、むしろあのアクションとか分かりやすくなってるところもあったじゃないですか。おそらくでもスラムダンクは元々のアニメ表現のアクション表現が多分卓越ってしてるものがあるだろうから、うんうんうん、その読んだ感じっていうのを映像にトレースするとこうだみたいな、うんうん、でそこに賞賛があるから、つまり今のアニメ技術があるからそれができるって、自分がその小回りアニメというあの漫画という表現でしたこのアクション感を今ならアニメでできるっていう賞賛があるから、わざわざ井上雄彦さん自ら、うんうん、あの作ろうってことになったんだろうし、はい、だからやっぱ井上雄彦作品っていうことなんだろうなっていう、あの絵がそのまま動いてるしさっていうような門外観ですよ。門の外からね、門の外から細い目でね、こうやってね細く、ただでさ細い目を細くしてね、こうやって見てる感じなんで、
れですけども、うん、という話を早速ね、楽しみですしてしまったと。これ、あれですもんね、もうちょっとしたら行くんですもんね。もうちょっともう約束しちゃってるんで、ちょっとね、こういうのって、あれですよね、もうこうやって話題になっててさ、そうそうそう、でこう行こうって約束して、先行くわけにも行かないしさ、あのさ、行って、一回ちょっとさ、誰かに試してほしいんだけど、そういう時にさ、行って嘘つくってやってほしいんだから。初見ブルのちょっとやってほしいなっていうのもありますけどね、うん、はい、すいません、ちょっと一線越えてたら本当にお詫び申し上げます。でも私は大変素晴らしい作品だと思いましたという話を先にさせていただきました、はい、この後は本当に、さらにというかね、うん、中身を書いた話健康についてちょっとお話ししたい、健康についての話をしたいと思います、はい、アフターシックスジャンクション。もう一つあとさ、はい、この番組にもよく NBA の解説とかね、うん、あれで来ていただく、例えば佐々木クリスさんとかにいろいろお話伺っているのも、はい、お店レオさんとかにお話伺っているのも役に立ったと思います、うん、つまりこのスラムダンクの作品の時代と今 のバスケって戦術からルールもちょっと違うし、先日もそのお話していただきましたもんね、変わってるじゃないですか、 NBA が変わりつつ、でもそれも踏まえて僕はどっちかというとそれをそのクリスさんの本とかで読んで、はい、うんうん、その感じでむしろバスケ今触れてるから、うんうんうん、でもその目で見るとむしろこのスラムダンクで描かれているいろんなことの、まあ、なんていうかな、先取り性っていうか、で井上先生もやっぱりバスケがお好きで、はい、そういうのアップデートし続けているっていう、そうそう、だからそれは多分そのもちろん作品の中に内在されている何か先進性なのかもしれないし、うんうんうん、もっと、うん、これはちょっと危ない、とにかく、うんうん、それが分かってたから、うんうん、あるとこでうん、門の外よ、門の外で、うん、門の外で大きい声でうなってるおじさんがいるから、うん、おお、そうかですよねみたいな、あるあった。だからバスケも好きで、あたら最新の NBA とかバスケも好きで、うんうん、スラムダンクも好きな人からしたら、うん、感動しちゃうんでしょうね、うん、あ、ここうしたんだ、私何にも情報入ってないですよ、すいません、でもなんとなくの推測で、なんとなくの推測で今話してますけど、はい、でも多分そこら辺がこの大好評の、ね、門の外からネタバレみたいな一番良くないからねこれね、だからすいません、もうこれはもうでも今ちょうど本当にすごくワクワクするぐらい、あ、本当ちょうど良かった、はい、かったですか、はい、とにかく絵はすごいです、本当に映像表現としてすごいと思いますという思いましたね、いやよかったよかったね、という時に、まあ、冬じゃないですか、そうですよね、そのスラムダンクだって、スラムダンクね行く前にですよ、これ風邪なんか引いちゃったら目も当てられません、そうです、ね、まあ、コロナだってもちろん手洗いうがいなんかしてね、劇場で咳コホコホしてたら周りの人にも迷惑です、うん、そう、軽減な目で見られます、はい、まだまだね、うん、そんな中うなぎさん、とある健康法を始められたというふうに聞きました、鼻うがいデビューをいたしました、鼻うがい、そしてその頃というかその週末、うなぎりささんはスラムダンク見たんでしょ、そして私はついさっきアバター見てきた、アバターも気になってね、ガチャ当たんなかったから、はい、ついでにねやっちゃおうかななんつって、うん、ただアバターはとある問題私これね見てきてね、うんうん、判明しましたんで、はい、そんな話なんかもね、ちょっと今日は早めにまたちょっとこのオープニング開けなきゃいけないんで始めましょうかね、はい、アフターシックスジャンクション、まずはうなぽんね、はい、ためにためて行ってきたスラムダンク、直撃世代、漫画も直撃というか兄が漫画も買ってたし、アニメは CS 放送キッズステーションで再放送がよくやってたんですよ、なるほどなるほど、それで見てて、うんうん、あとまあ家にサントラとかもあったりとか、まあ、基本は通ってます、なるほど、いやただそこから私あれなんですよ、何も復習してないんですよ、うん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 、中学生ぐらいの時に見た記憶から、なるほどなるほど、この今回まで漫画も読み返してないし、うんうんうん、まあ、名シーンは頭に残ってる、うんうん、各キャラクターがどうやって仲間になっていったかみたいなのも頭に残ってるくらいで、はい、いやでも最高でした、ね、最高でしたか、最高でしたなんかなんだろう、すごい変な例えになるかもしれないんですけど、私が感じたのは、うん、花粉症って一人一人にその容量があるっていうじゃないですか、 ある域値に達するとね、それまで花粉症じゃなかった人もねなっちゃうってなりますよ、で私はなんかスラムダンクをずっと見てて、ずっと 80% その容器が 80% 感情の容器がスラムダンクに対する感情の容器が 80% ぐらいだった、もう溢れる、死ぬみたいな、なんか出てきそう、目から出てきそうみたいな、うんうん、感情をずっと続いて、もう高テンションのままずっと2時間続いて、うんうん、で最後の方とあるシーンのセリフで、それがバーンって吹き上がって、うんうん、もう花粉症発症みたいな感じでうわーって涙出てきちゃったんですよ、もうでも2時間もあんなに気持ちを維持された映画、うんうん、結構初めてかもくらい、でそれは多分まあこうなっていくっていう未来も見えているし、
その思い出補正とかもたくさんあると思うんですけど、いや、うん、やっぱり映画って緩急はあるじゃないですか、だからその気持ちが動くシーンと、なんだここって思うシーンとかやっぱこう、あったりするじゃないですか、それがなくて、ずっと 80% であもうちょっと出てきそうずっと出てきそう、あ出てきそう、来そう来そう来そうってなって、アクションみたいになっちゃって、あのあれかな、そのどこのポイントみたいなの聞くとちょっとネタバレチックになっちゃう感じですか。でもやっぱりその、まあ、名シーンと言われるうちの一つ、いっぱい名シーンありますけどね。まあ、私はそのなんだろうな、桜木がやっぱりあれですか、あの先生と話して、そうそうですね、あそこですね、それでもやっぱり私が先週引用したところですね、うんうん、あのにわかがひどいってあなた、はい、私のメールに対してにわかがひどいって失礼なこと言ってましたけどでももう歌丸さんはドアホーかなんか言ってたらねすいませんね、ルカワのね口ずくせでね、ドアホーなんて他の人でね、うん、男ドアホー甲子園ぐらいしか聞いたことないよって感じだからね。確かに、でもそれでも未だにみんなピンってくるから、やっぱあの作品すごいですよね、ドアホーで。確かにね、なんて失礼なことを言うんだじゃなくて、うん、ああルカワお前は役人形だった、ああオズマって分かるよ、ね、それは分からない巨人の星だから、別にマイナーな話してるわけじゃないんだよ別に、うん、しかも巨人の星私全然リアルタイムでもなんでもないんだ、それはいいんだけど、ああ、そっかそっか、じゃああそこで分かります、ね、分かる、いいですよねあそこね、はい、そこ、まあ、人それぞれ多分あるんですよ、そのポイント、うんうん、どこが一番ポイントになるかは、はい、私はもうそこで来ちゃって、なんかそれぞれのキャラクターのいい場面みたいなのを盛り込みと、うん、盛り込みとカット具合っていうか、うんうん、あのあまりにも、そう、あまりにもベタつくやつとかはちゃんとカットしてたりとか、うん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 、とか、あと、まあこれはね、あの明日のあれにも関わりますけど、うん、スマートな処理、そのとあるスマートな処理、わかります、うん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 、そのすいませんね、にわかでね、はい、にわかが言ってますけど、あそこはその塩梅で処理だ、スマートースマートー、そうなんですよ ね、 なんかここもっとやってくるかなって思ったところが、うんうん、意外に、あそっか、ちょっとそうだから、そのみんなご存知のところほどちょっと引き気味なバランスなのとかもうまみたいな感じがありますよね、うんうんうん、全然、しかもそれでおっしゃる通り緊迫感途切れないし、うん、特に今最後の畳みかけとかはちょっとすごいなと思いますよね。その後半いろんなエンタメ作品後半がいいのはまあよくあるじゃないですか、うんうんうん、後半にそれを畳みかけていくんだから、うんうん、でも本当に結構最初の方からここまで気持ちをこうなんだろう揺さぶられる状態がずっと続くって、うんうん、それはやっぱりさ、ド頭からそのさ、まあそね、タイトル出る瞬間あそこ、そ私もう ね、 うね、すいません、にわかなんだけど作品ちゃんと読ん で、うん、で私もちゃんとそういうなんていうかな、思い込み力半端ないんで、うんうんうん、俺はものすごい長年の、うんうん、で面白かった、だからすごい読んで感動して本当にすごい泣いたりとかして、うん、で、すごいファンになって、そのファンが待ちに待った、待ちに待っただからもう一回見てんだよ、一、うん、回真っさらの状態見てすげえ良かったとか言ってたけど、それも真っさらにして、うんうん、待ちに待ったスラムダンクの映画、スラムダンク世代の自分みたいな、でもねでも2022年ね、今時真っさらスラムダンク映画かったってね、どうやってやんのかなとか、なんか声優も変わってるらしいじゃないなって、そういうモードで見るシミュレーションのまま行って2度目、うん、もうあのオープニングベースが流れ出して、はい、ね、あの鉛筆画みたいなところから、はいはい、あそこからでもうビーンですよビーン、もう体がもうビーン、もう多分隣に座ってる人は往年のスラムダンクファンだって思って1週間目というか読み終わって3日目、ビーン、でもさ一番鮮度高めだから、そういう意味では、いや、そうですね、そのいろんな細かいところとかも、うんうん、むしろ覚えてる側で言ってるから、うん、ね、であのその リソースってだからどこを捨ててるかとかも歌丸さんはやっぱ鮮明に覚えてるわけじゃないですか、もちろん詳しく分かってますし、うんうんうん、あとそのリソースっていうね、あの井上剛子さんのロングインタビューも載った、はい、メイキング本があって、あれなんかも見て、うん、どれだけ手をかけてるかっていうのも分かって見てるから、だからこうでこう来ると、でたビーンってこの5人がさ順繰りに出てきてさ、あ次誰だ次誰だみたいな、あの髪型見ないと分かんない時あるじゃん、あールカワかみたいな感じで、で最後に桜木でね起きたと、でそれが歩き出してきた、動いてる、あの絵が動いてる、あとあのシーンやっぱりなんかその実写って、うん、それはその本人が歩くから、うんうんうん、歩き方の特徴って絶対出るじゃないですか、うんうんうん、でも漫画でそれをちゃんと歩き方の特徴がそれぞれ違うのが、本当やっぱり画力、そうね、半端ないって思いました。画力とその井上さんのあの絵を動かすという命題に、うん、その東映アニメーションの面々が、うん、この絵を動かすっていう命題に本当に挑んで、そして井上さんがものすごく厳しいチェックを重ねて、うん、ああいうことになってるんだけど、でさ、でさ、でさ、5人で揃って動き出し、動いてるよ、でじゃんでその階段のところでさ、またさ、ちゃんと情報を出す順番よく分かってるね、階段降りてくるね、でどこどこどれどれどれやんの、どこどこ3のそう、あ、行っちゃった、いいよね、もうね大丈夫だと思います、上映から 3,4 週間
もういいだろう。明日俺ベラベラ言うけどね。にわかだからさ、うん、あのにわかの言うことだから、あのお前らスラムダンクかぶれにはね。え、というかじゃあどこやんだ。俺は素人だから。えどこやんだなんですよ、うん、やるとこないじゃないですか。どこやんのって話じゃないですか、そのスラムダンク見てた人からすると、うんうんうん、まあでもそのアニメ版そこしかないから、そう前のアニメ版でやってないとこって言ったらね。でしかも、まあ、ザ・ファーストとはついてるけど、うん、どこやんだって思った時にやっぱりみんな思うのはそこだから、それが出てきた時にですよ、まあ、で, すよですよねですよねってことですよね。で拍手みたいな感覚ですよ。でしかもそれ で今度もう一回そのあっち戻って、で色ついて、うん、色ついて動き出した瞬間にコートを上から見たらで、うん、あのザ・ファースト・スラムダンクタイトルでじゃないドーンっていう。だからそのまあ呼吸でまずビーンですよ、ビーンね、1週間目ビーンってなってるけど、うん、あとやっぱ僕はそのザ・ファースト・スラムダンクってなってる、いろんなもちろん意味合いみたいなの、あの井上先生自身もそのリソースとかで語ってるんだけど、うんうんうん、僕はちょっとここでこれが最初のスラムダンクの映画ってことでよろしくっていう、つまりそのシーンです。えつまりそれはリソースでもある程度言及されてる、言及はされてるけど、うん、そういう解釈じゃないんだけど、うん、いろんなことをおっしゃってるんだけど、うん、つまり新スラムダンクっていう気概の表れだと俺は受け取った。なるほど、これだっていう、俺がやりたかったのはこれ、この基準みたいな。わかんないよこれ勝手な続きは明日で、あのアバター見てきた話は今日はもう無理かな、明日かな、今日ちょっとやる時間もないからね。そんなこんなで、まあムービーウォッチ面も今日ねちょっと延長となりました。スラムダンク本日これで、はい、ドスンと決めました。決められればいいですけども。いいですね。まあ押し込んでいく。で今日はあのネットフリックスのねオフィシャルコーナーというのが6時半前にまた用意されてますんで。そうです。今日この6時台頭のところでぜひ山本ウォッチ面なんかもね、世代は世代なんですもんね。そうですね。漫画読んでましたし、アニメも見てましたよ。あんまりでも、その、スラムダンク、俺さ、これさ、今だからね、こうやって見て、こう、素晴らしいですねとか言うけど、やっぱリアルタイム同世代だと、はい、なんかいろいろこういうの思うとこあったりするのかなとかさ、思うとこ。要するにその運動部の連中みたいなさ、まああなたサッカーだったんですって。サッカーです。まあサッカーやってたんだもんね、サッカーに行っちゃったんだね、それ、ね。そうですね。うん。まあその、私がその同世代だったら、またそれは別のまた K が生まれてくると思うんですけどね。うん。なんかほら。何、うん、K ってやっぱ運動部の人たちはやっぱり、はい、学校内でエバってたりして嫌なんですよ、すごく。ああそういう、うん、あれですか。全然その巣鴨でさえありましたから、あくそ弱い。あ弱くねえんだよ、弱くねえの。うちはね柔道とか、あの軟式テニスは強いんで、そうですか。あの剣道もかな、なんでね、そういう、そういうことか。まあ別にあの連中は別にそんなに嫌な連中とはいなかったけど、やっぱ先生とかね、うん、学校内を市内持ってうろうろしてね、あんなヤクザみたいな連中はね、暴力が支配する、ね、暴力が支配する世界嫌だなーなんて思うんだけど。なるほど。でも夢中で読んでたと。じゃあ夢中で読んでましたし、うん、まあ、僕ちょうど小学校の頃部活始めてサッカーかバスケがいいなと思ってて、なるほど、 J リーグとスラムダンクっていう存在があって、うんうんうん、そこがやっぱ入り口なわけね。そうなんですよ ね、 ね、どっちにしようかなって言ってサッカーを選んでしまった、はい、これでもやっぱりさ、その、はい、あるスポーツ特定のジャンルに対してそのフィクションがね、果たしてその人口を増やすみたいな、はい、例えば競技カルタがチヤハヤフルですごく増えましたよとかってあるじゃないですか、はい、うん、そういう中でもやっぱりそのスラムダンクっていうのが日本のバスケット、はい、フットボールその参加人口、恐らく認知、広げるっていうのが果たした役割って、ちょっと他の漫画とかエンターテインメントよりすごいっていうか、要するにバスケの土壌、日本ほとんどない状態だったから、当時は多分。そうでした。本当に。あの、サッカーとかでも、サッカーはそれでもオリンピック出たりとかもしてるし、ね、サッカーはそれでもっていう感じが人口いたけども、バスケは、しかもその、日本人はこれ今だいぶ変わりました。ね、それがまさに今回のね、あの、映画にも反映されてると思いますが、あの、日本人はちょっとその世界の中では勝負しようがない領域とされてきた。ね、今、渡辺雄太選手が活躍って、最高の話でしたよ、昨日大西さんにね、話してた。そうですね。だからそういう。意味では本当にスラムダンクのありなしってすごいでかいよねっていう、僕小学校の頃部活始めたんですけど1990年代かな、そのスラムダンク全盛期漫画でっていう時に、あの各地域の学校でバスケ部が増え始めたんです。もともとなかったの、はいはいはい。それぐらい影響力身近に感じてましたし、はいはい、なんなら僕サッカー部入ってサッカー夢中になりながらスラムダンク読んで、はい、いやバスケだったなってバスケットボールだけ買ったんですよ。本当にバスケットボールだけとにかく欲しいんですよ。うんうんうん、あのねバンバンやりたい、タン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 、映画でも出てきますけど、うんうんうん、音がね、あの音を立てながら、うんうん、なんかこう早朝ちょっとバスケットボール持って、うん、バスケゴールがある公園に行ったり、あそう
ちょっぴりかぶれてしまったという。はい、サッカー部なのに、俺何やってんだろうみたいな感じのぐらい、サッカー部のね、その先輩とか見つかったら、てめえ浮気がこの野郎ってね。何やってんのみたいな。なりますよね。はい。やる気あるみたいな。別にさ、でも、いいじゃん、俺何やってんだろうとは思ったんですよ。別にいいだろう、その。なんならサッカーボールも持ってたから。二つ持って、うんうん、ちょっと初めサッカーいるんだけど、なんか乗らねえな、みたいな感じで。やっぱ、蹴鞠の方はちょっとね。蹴鞠の方はちょっと。古風な言い方し。蹴鞠の方はちょっとなーなんてなって。そうです。スリーポイント決めてーなーと思いながら。やってましたよ。まあ、スラムダンクもあるし、ちょうどね、NBA もやっぱりさ、80年代後半からグッとショーアップされてスターも出てきたし、まあ、そういうこう世界的な動きとも連動してるけど、あ、そうか。じゃあ、そこでバスケ部に行っていたら、またちょっとパーソナリティがちょっと山本さん、変わってたかもしれないね。変わってたし、なんなら TBS、来てなかったかもしれない。ああ、全部を変えてたかもしれない。ちょっと待って、井上さん、TBS はどのニュアンスの、どのニュアンスでたどり着いた話じゃない。よくわかんねえな。いろんな選択でね、人生はね。マイナス、軍隊入れられちまったみたいな、そういうマイナスの話じゃないの。違うの。そんなことじゃないです。そうですか。私もそうだよな。だからそういう意味では、もちろんスラムダンク、私、中高時代ないですから、まだね。サッカー部うっかり入っちゃいましたけど、ああ、そこでやっぱうっかりサッカー部入ってなかったら、こんな。うっかりがね。うっかりサッカー部入ってなければ、ワールドカップとか見るたびあんな思いを少しだけこう食堂からちょっとだけ何かがこう逆流してくる感じっていうかうっていうね、いろいろありますね、あいつらが、ね、それはでもそういう意味では湘北の連中ね、ああいうこういう人たちならいいですよ、こういう人たちじゃない、こういう人たちであればそれは何よりあっという間に時間過ぎちゃう、あそうですか、あそうやばいやばい、じゃあ山本っちめねこの時間にやるということで言ってみましょうか、はい、アフターシックスジャンクション、はい、さっさとね、ということで本日ムービーウォッチメン、ついにザ・ファーストスラムダンク表一周を伸びましてなりました、はいはい、私スタジオにですねアタッシュケースに入れた原作本、素晴らしい光景、原作本の下にね、10日後のほら学校行ってさ、はい、黒板に先生が書いたやつ、そうですね、あったこともありますし、はい、スラムダンク、もちろんそのね、メイキング本のリソースもね、はい、うん、あったりしますし、はい、まあパンフレットがあったり、もうすごいですよこれね、いいです、スラムダンク、どんな現金が入ってるのかと思ったらスラムダンク本当重厚なケースに、そうなんです、身代金のやり取りみたいなそんな日本の宝です、そういうことですよ、うん、さあということで、はい、スラムダンクそんな世代でもある、山本ウォッチメンいかがご覧になったでしょうか、いやまずね最高でしたよ、うん、もうねアニメーション技術、まあ、皆さんも思ってると思いますけどご覧になった方、はい、これもう世界中に見てほしいと思いましたよね、ですね、あとなんといってもなんかねここ映画館って思うぐらい、うん、もうなんか目の前でここでしか見られないリアルなバスケの試合をなんか見てる感じ、特別な、はいはい、ここでしか見られない、しかもいろんな視点いろんな角度から贅沢な観戦をしてるなって、はい、それぐらい試合のこうなんて言うんだろうな、アニメーションの最高峰さっていうか、はい、動きの滑らかさっていうか躍動感がものすごかった、はい、だからその試合を軸にそうですね、いろんなストーリーが重なっていくからこそ、はい、もうどん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 高まって自分の気持ちも入って熱を帯びて最高潮に達する、そんな映画ですまさにおっしゃる通り、ごめんなさい、いやでも試合のとこすごかったですよね、どこまで踏み込んでいいのかわからないので、いやいやいや、怖いので、はい、踏み込み、なんかね公式もね、あれですよ、全出しじゃないですけど、要はこの試合ですとか、はい、この人がメインですとか、はい、そんぐらいは実はプロローグという形で情報を今日から出したんです、まあ、20日経ちましたからね、確かにそうですね、うん、ここからその見る人を広げていくためにはやっぱりそういうのも必要じゃないですか、なるほど、うん、なのでそこぐらいまではいいということで、私もっと踏み込みますけどね、ちなみにね、お願いします、私はもう大変ですよ、もう踏み込み方が大変大変、まあいや私俺はいいや、それは全く身にならないボケを重ねる時でしたから、あれ山本さん、いやとにかくバスケで常にこう速い動きに満ちてるじゃないですか、試合ですよ、うん、そうね試合そのものだからこそのあのねアニメーションの技術ってのものすごい活かされてるなって思いましたし、はい、例えば僕こう三井寿、うん、ミッチーのスリーポイントの時の動きとか身震いしましたよね、やっぱりこう、うんうんうん、飛んで、はい、手からボールが離れる瞬間のちょっとした体のぬるっとしたこうなんていうんですか、後ろにクッとこう動く感じのあの滑らかさとか、はい、ものすごいスムーズな動きなの、もちろんねモーションキャプチャーも使ってるそうです、そうなんですか、当然当然あれだけの動きですから実際の人の動きをトレースもしてるんだけど、はい、そのメイキング本リソースによれば、でもそのデータをまんま使ったんじゃダメだってことも分かる、すごいバランスなんだ、そうなんです、だからその動きはリアルにベースにしながらやっぱり、はい、その特有のデフォルメなんかを加えないと、ああはならないということみたいですね、すごいな、うん、あとそれで言うとその瞬間のやっぱね試合中の
なんかユニフォームの揺らめきっていうか衣服もね、はためきがやっぱり 3DCG ですね、あれはね、まさにだから 3DCG にそういうその 3D 的なその表現の中に日本の漫画的な二次元的な縁取りをするとというのが基本的な作り方ですね。なので三次元的でありながら二次元的でもあるというような、だから新しい感覚なんだ、リョータのドリブルドーンって、リョータが、宮城リョータがね、画面にアップされて、はい、そこからちょっとしたクックックっていうフェイントかけながらスーンってフレームアウトするんですよ、もう目の前でフェイントかけられたみたいな感覚に陥って、ものすごい細かいところもずっと飽きないので大注目ですよ、特に試合中のシーン、やっぱね、先生はそのバスケをしている本当の肌感覚みたいなものの再現は今回絶対マストとして挙げているポイントだったので、もうそこだけはバスケを本当に見てるか、おっしゃる通り見てるか、本当に観戦っていう感じでした、あとナレーションもなくて音楽とかバスケとか音とかセリフなんですよ、でその時間たらたら試合ぐーっとこう熱が入るし、しかも無音の使い方がものすごい上手い。これはあれ、これ大丈夫ですか？え、なんですか？え、無音ね、無音の使い方いいですよね、確かにね。あ、無音、はい、うん。私はもっと踏み込みますけどね。兄さんお願いします。無音ね、無音だから音の演出だからすごくこう迫力がある大音量もいいし、その無音のが生きるのってやっぱり映画館じゃない？みんなで息を飲むし、クライマックスですよ。もういいよね。だってそのさ、三能戦だっつってんだからさ。ええ、いいよね、言ってんだよ公式が公式が言ってんだよ、公式が言ってんだよ、で、公式が言ってて三能っつってんだから、それは最後は残り20秒だろう、それは誰がどう考えてて残り20秒だろうか、それない方がみんな怒るだろうか、あんなもう残り20秒、ああ残り20秒ですよね、そうですよ、そこでさ、音の演出、まずそのさ、そこに至るまでのさ、音がね、そこに至るまでガーンって盛り上がり演出してって、亮太かな、亮太の顎から汗がポトッと落ちる瞬間から咳を切ったユニスの20秒間になるんだけど、そこからの先言った無音先週のね、マカチンのアルバム無音です、イエス、ニューアルバムマカチンさん、マカチン、すいません、ですして、すいません、とんでもないです、スラムダンクと合わせてどうぞ、ね、いや、そこ良かったよ、そこからの、はい、もうありとあり、ここまでのその今回の映画がやってるいろんなその音であるとか映像の実験みたいなもん、その集大成のような20濃縮、ここの濃縮がね、俺ね3回見たんですけど、とにかく動体視力的に、動体視力的にちょっと限界があるっていうか、3回でもまだ把握しきれないいろんな詰まってんね、詰まってる、いろんな画面に詰まってる、ハイブリッド、端的に言えばもういろんな全部常に動いてるし、ハイブリッドだし、また息じゃないですか、これが何ですか、無音を生かしたね、はい、あそこが、あそこね、あそこがまた無音、はい、ね、見てほしい、見てほしい、私はもっと言いますけどね、エクスキューズありがとうございます、私はちょっと後ほど、あ、こういうコンセプトでやりますよって言ったら、そうか、そういうのもあるし、そう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 、だからね、これはちょっともう歴史にこう残る作品でしたよ、うん、堂々たるこの年の瀬、よくぞおっしゃいましたね、来週ランキングありますけれども、もう最高、ランキングは本当に不愉快ですね、シネマランキング本当に不愉快な催し、楽しんでいきましょうよ水曜ね、しかもね、日比ちゃんがね、来週の水曜、日比ちゃんが待ちかめてますよ、あの山本さんが、もう山本さんがこの時間撮りたいって言ってるからっつったら、つってなんで君そんなことたまに N スタで会うじゃないか、N スタですれ違って、つってめんどくせえな確かに先週 N スタ界隈で会った時に、あの急いでプレゼンの資料を取りに行くあの日比アナウンサーを少し足止めしてしまったすいません喋りたかった止まんねえんだもんね、でも来週も楽しみだし、そうなんですよ、どこにどんだけ食い込んでくるかというのももちろんそうですしね、そうですね、いやーちょっとあっという間に時間ですけれども、そうですね、いやお時間来てしまいましたけどね、歌丸さん今日楽しみにしてます、山本さんありがとうございます、ありがとうございます、熱い熱のこもったね、ファーストスラムダンク賞、山本さんからいただきました、私は6時半からやらせていただきます、ありがとうございます、ということで本日のメニュー紹介まずは言っておきましょう、はい、ということで6時半からは週刊映画辞表ムービーウォッチメン、今夜歌丸さんが評論するのは井上雄彦の名作バスケットボール漫画がスクリーンで復活、ザ・ファーストスラムダンク、はい、ちなみにちょっとネタバレっていうか、そのちょっと踏み込んだ風っていうのは、あのスラムダンク の熱心なファンじゃない人に勧めたいんですよ、あなるほど、という前提があるので、まさにファーストだったりする人、はい、そう全然全然、うん、はいはい、あのファン以外の層にこの凄さを伝えたいというところのコンセプトでいきたいと思います、
What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinnamon Diaz review about? Weekly movie reviews. Movie Watchmen.時刻は6時30分になりました。12月23日金曜日です。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。そしてはい、金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン、今夜の課題映画はザ・ファーストスラムダンクです。では歌丸さんお願いします。先生、映画辞表がしたいですさあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのは、日本では12月3日から公開されているこの作品、ザ・ファースト・スラムダンク。これ撮っといて、後でもう一回この下り来ますんで、はい。1990年から96年まで週刊少年ジャンプで連載され、今も絶大な人気を誇る名作バスケットボール漫画スラムダンクを原作者の井上雄彦自らが監督脚本を手掛け映画化。ちょっとストーリー細かいところをちょっと置いときますね。湘北高校バスケ部のメンバーを演じるのは中村修吾さん、笠間淳さん、神尾慎一郎さん、木村昴さん、三宅健太さんということです。そして今後ろに流れているロックバンドザ・バースデイオープニング主題歌ラブロケット、そして10フィートね、エンディング主題歌、あと10フィート、あの拓磨君と、高部聡さんがね音楽担当されてて、前編にあのロック調なりがめちゃくちゃ合ってましたね。それも素晴らしかったです。ということで、まあ一周ね、遅くなりましたがこの表ということで、まあもちろん今最も注目作、でもございますので、皆さんね見たよという皆さんからのメールいっぱいいただいております。メールの量、ウォッチメンからの感想報告非常に多いです。賛否の比率は褒める意見が8割、主な褒める意見は見る前の不安を吹き飛ばす大傑作、試合の描写としては歴代のスポーツアニメの中でも、いやスポーツを扱ったあらゆる映画の中でも最高峰なのでは、原作未読でも楽しめたなどございました。またバスケ経験者やバスケファンからは試合の雰囲気やプレイヤー視点の体感描写が本当にリアルだったといった声も、詳しい人ほどここはうなってるみたいですね。一方否定的な意見は、試合中に階層が挟み込まれる構成がうざったい、主人公が違うじゃん、これこいつがネタバレしてるんで俺じゃないですもう公式がね、公式がそれ出してますんでね、はい、あの元の原作とちょっとね、あのメインの視点が違うよーんとかね、プロモーションの仕方が良くない、旧アミに対してリスペクトが感じられないのはどうかなどの愉快なご意見がございました。ということで代表的なのをご紹介しましょう。博多ぷんぷん丸さんです。本作の感動の要因は、井上雄彦先生の描いたキャラクターが漫画のまま動いているという完全に新感覚の映像を目撃してきた興奮と喜びにあります。映画とはスクリーンに映し出される物体の速度によって生み出されるリズムに様々な要素が乗ることにより観客の感情を動かすものだと思っています。その点において本作が興味深いのは、映画の、基本原理にのっとった上で全く新しい映像表現を作り出すことに成功しており、しかもその監督が映画アニメ未経験の漫画原作者であるということです。井上さんはアニメーションもそんなに明るくないというふうにご自身でねインタビューでもおっしゃってますね。そもそもスラムダンクは漫画の時点で映画的な時間感覚や速度感覚を紙の上でに描くことに成功していたと思います。終盤は成長していく湘北メンバーたちと同様に、井上先生の漫画表現が限界突破していくように感じ、まさにね、私もすいませんね、にわかでね、にわかがひどいって言われてますけども、読みながら本当にそう思いました。最終回では漫画表現の一つの極致とも言えるような高みへ到達しました。そして今度はスラムダンクという漫画をそっくりそのまま映画として動かせています。監督は素人で、通常のアニメ制作とは全く違ったアプローチで作ったからこそ、これほどまでに斬新な映像に仕上がったのかと思うと、それだけで胸が熱くなります。だってそれって劇中の桜木花道そのものじゃないですか。天才でど素人な存在が中心にいたからこそ勝てた試合だったんですね。原作ファンの間で賛否分かれている様子のオリジナルストーリーに関しては、まさにリアルバガボンドという作品を経たからこそ描けた人間ドラマだと思います。こちらも私にわかがひどいですけども、いろんな作品読んで私同意でございます。一バスケットボールファンとしては、本作を見てバスケを始める人が増えてくれたら本当に嬉しいし、そうなってこそ本作の成功と言えるのではないでしょうか。漫画スラムダンクがなければ日本から NBA や WNBANBA の女性版で活躍できる選手は生まれなかったと思います。映画でも日本のバスケ界に革命を起こしてほしいものですということで、博多ぶんぶん丸さん、他にもですね細かくクライマックスシーンのですね、あの時間感覚の、なんていうかな、その置き換え方というか、その見事さみたいな細かくいろいろ書いていただいてます。ありがとうございます。あとですね、記事内さん、私は今作ザ・ファースト・フラムダンクにて CG アーティストとして携わっていただきました。中の人、現場にいた視点から一つ申し上げますと、先日発売された書籍リソースにも多数掲載されている通り、前編にわたり井上監督の修正が入
っております、また制作終盤にはコンポジット後のいわゆる完成画面に対し多くのカットがレタッチという形で影付けなどの調整が行われております。公開直前まで SNS などではさまざまなご意見が飛び交う中、不安な思いも抱えつつ絶対に届くと信じ作り続けました。そして公開後多くの高評価を受けたことにとても安堵いたしました。このですねリソースに描かれたその修正修正また修正ブラッシュアップに次ぐブラッシュアップ、これが凄まじいんですね。その話私も後でしたいと思います。一方ダメだったという方、赤いタヌキのシャアさん、賛否は非です。私はこれを原作に対するリスペクトのない原作者による二次創作だと思いました。はい、漫画版は全巻3回買っています。違う形で買ってるってことかな。正直この内容でスラムダンクとつけてほしくなかった。やっぱ元に対しての思い入れが相当強いのかな。スラムダンクはあくまで主人公桜木花道がバスケットマンとして成長する物語です。主人公桜木花道のままでスラムダンクか、主人公宮城亮太とするなら別のタイトルにすべきだったと思います。これもう発表されてるんでね、もうね宮城亮太がメインっていうのは発表されてるんで曖昧に階層が入るのもいちいちテンションが盛り下がるし、もともとは桜木花道メインの試合だし、宮城亮太の人間ドラマ部分が三能戦に関連しないのでなぜこのような構成にしたのかいまいち理解できませんでした。友人は見に行った記憶を消し去りたいと悩むぐらい拒否反応を示していました。シリアスなドラマとバスケを描くならリアルでやればよかったのでは。リアルって作品のもね、絶賛の裏で悩む原作ファンがいることを知っておいてほしくてメールしました。まあこういう方もいらっしゃるということですね。はい、あとですね、あのね、いろんな意見があって面白いなと思ったんだけど、ですね、武田和樹さんはこれちょっとあの省略というか要約させていただきますよ。要するに原作のこの三能戦クライマックス三能戦の試合の中にあるとある描写、まあ、要するに怪我をしてそれでも出場する、でそれを先生が黙認というかなんというか、あれがその今回そこはブラッシュアップしてほしかったと、あれダメだろうっていう風に、みたいなことをおっしゃって、あこれも面白い視点だななんて思ったりしました。はい、ということで皆さんメールありがとうございます。私も、ザ・ファースト・スラムダンク、東方シネマズの日比谷の IMAX、バルト9のドルビーシネマ、そして東方シネマズ、の通常上映、3回見てまいりました。ということでまず最初に本日の辞表の指針を先に言っておきたいと思います。ね、どういうふうに評するか。まあ、ここまではですね、当然のことながら、もともと漫画なり、旧アニメシリーズなりで、スラムダンクのファンだった層が中心に盛り上がっていて、で、その中でネタバレは気をつけようとか、ね、っていうのはやっぱりその、ね、あそこをそう描くとか、その角度で来たか、みたいな初見時の驚きが、やっぱりそのファンだったら重要だって、これは理解できるんですけども、同時に私はですね、本作に関して、特にスラムダンクファンじゃない人、知らない人、要はちょっと前の僕ですけども、そんな層にもぜひ見てもらいたい、つまり、ファン限定などでは全くないアニメーション作品として、そしてスポーツ映画として結構本気ですごいことをやらかしている一作だというふうに考えているので、今日はそんなスラムダンク、これまではそんな興味なかったけどな人たちに、本作がそれでも必見なんだよということを伝えるのを第一義に辞表していきたいと考えております。故にそのためにある程度踏み込んだ説明どうしても必要と判断しました。というのはやっぱりファンの皆さんのように無条件で引き付けられ理解できるわけじゃないですから、多少やっぱ踏み込んだ説明必要ということで、本日は現状公表されている、プロローグというね情報、まあ要するになんていうか、まああらすじというか出だしのあらすじみたいなね、ところよりもちょっとだけ具体的な中身に触れる局面多くなってくると思いますので、これからザ・ファーストスラムダンクをこれからいや見に行く予定あるんだよと、で全く事前に情報は入れたくないという方は、ラジオを消して今すぐさっさと映画館に行け。20日経ってんだよもうねえ、何やってんのお前っていうね、まあ、とにかくあの映画館で絶対見た方がいいんでとっとと言ってくださいということで、はい、じゃあここからちょあのそんなになんていうかな露骨な感じのあれにはしないようにはしますが、具体的なとこ踏み込みますんでちょっとねご注意くださいませ。でですね、今日この、ここから先のザ・ファーストスラムダンク辞表は、映画と同じく3幕構成で行かせていただきたいと思います。まず1幕目、このザ・ファーストスラムダンクという作品がいかに特異な通常の商業用アニメーション作品と全く異なる、経緯プロセスでできた一作なのか、その概要をサクッと語らせていただきます。続いて2幕目、ここがメインとなりますが本作の特色ですね、2点、前半と後半に分けてお送りします。2幕目、まずは前半アニメーション表現としての革新性、後半は、元の漫画をどうその一本の長編映画用に脚色したかという部分、そしてラスト3幕目はそれらが特に素晴らしい表現に昇華結実しているところ、そして今2022年に作られた作品にふさわ作られるにふさわしい作品になっているんだというもう一つの理由、
技術だけじゃないもう一つの理由、それを最後に述べて、という感じで流れでいかせていただきたいと思います。ちなみに参考資料としては劇場販売パンフのインタビュー、これも非常に参考になりましたし、先週、発売になりました、本作のメイキングもザ・ファースト・スラムダンク・リソースというね、これを元にさせていただいております。こちらあの、まあ、後ほど見ますが、このインタビューめちゃくちゃ面白かったりするんでね。あとあのピアスというね、あのこの宮城亮太メインの、設定のちょっと元となったあの短編もあの初めて多分正確に正式な単行本にねあの入ったりしましたんでね、これなんかも読ませていただいて、これめちゃくちゃあのリソースは必携の一冊だと思いますが、とにかく井上雄彦さん、東映アニメーションからですね、2009年頃からずっとスラムダンク劇場アニメ化、その都度何本もパイロット版、要するにこんな感じの映像ならどうでしょうというパイロット版を、送ってもらって、ずっとアプローチ、その東映アニメーションは続けてきたアプローチをね。で、井上さんはその度にこれじゃダメだというふうに断り続けてきたそうなんですが、あるポイントで、要するにここまでアニメ映像としてできるのであれば、自分が直接関わればもっとちゃんとしたスラムダンクの絵になるんじゃないかという直感を得たそうで、まあ、火曜日にですね、アニメ評論家藤津亮太さんお越しいただいたときにですね、東映アニメーション、今年のドラゴンボールスーパースーパーヒーローという作品でも 3DCG を使って、鳥山明先生のあの絵をそのまま動かすという試みをやっていたというふうにおっしゃってました。だから東映アニメーションが今ちょっと目指している心いろんなトライしている方向なのかもしれないですね。あの絵を動かす、まさにこのザ・ファーストスラムダンクも井上雄彦のあの絵がそのまま動いているという、まずは何より、そこを目指して出発した作品なのは間違いないわけですね。で、しかもですね、結果として井上さんは漫画のようにまずネーム作りから始めたそうなんですね。で、ネーム作りから始めたということは、つまりこれ実質脚本となっていきますし、先ほど言ったリソースという本からも伺える徹底した自分の絵、自分の演出へのこだわり、それを実現するための本当に細部にわたる指示修正、また指示修正、ブラッシュアップに次ぐブラッシュアップ、要は実質監督まで自ら務めることになったということですよね。はい。で、まあ、さっき言ったね、その、あの絵が動くというのを、それを端的に示すのが、やはり、オープニングですよね。はい。やってみようか。あ、もう一回ラブロケットかけよう。そう。鉛筆のタッチでね、こう、鉛筆のタッチで、湘北メンバーが、まあ、宮城亮太から順繰りに描かれていって、歩き出す。で、このね、ザ・バースデーの、ラブロケットが流れ出して、一人ずつこうやって、もう、ここ、これ、あの、原作知らなくても、あ、これは、その死ぬほどワクワクするだろうなのわかるし、あの、一周した後見たらもう僕ここでもうビーンでした。ビーン。で、ね、あの、で、で、どことどことやんのどことやんのこうやって降りてきたらこう三の音見えて、で、それぞれのメンバーに色がついて、バーッと動き出したところでコートを上から見て、ザ・ファースト・スラム・ダンクという。なので、私はこのファーストというのは、ね、ザ・ファーストというのは、井上雄彦作品としてのスラムダンク映画版はこれが最初ですという宣言だというふうに私は取りました。とにかく徹頭徹尾、井上雄彦の作品として作ることを、あの東映アニメーションももうそこを目指して全ての犠牲を払ってやってるという作品ですね。とにかくオープニングしびれました、本当に。はい、という感じだと思います。つまりこれはですね、まあ、先ほど言いました井上雄彦作品として井上雄彦先生自身が完全に納得するクオリティのものを目指すという、通常の商業用アニメーションとは全く異なる、むしろですね、一番近いのかぐや姫の物語とかですね、あれもね、まあ、もちろん商業アニメだけど高畑勲さんがですね、もうなんていうかいろんなことを度外視して、いろんなことを度外視して作ったアートアニメじゃないですか。かぐや姫の物語とかと比較するべきのようなとんでもなく手間のかかる異例の作り方をしている一作なんですね。で、それはとにかく井上雄彦のクオリティに達するまでという。なので皆さんね、あの旧アニメーションと比較してどうこうとおっしゃいますけど、そもそも成り立ちも目指しているところも根本が全く違う作品なんだってことなんですよ。なのであっちの方がいいとか悪いとか言ってもあんまり意味ないと思います。もちろんテレビシリーズであの毎日やる、あの毎週やるものとしてすごく頑張ったクオリティで、僕あの今回も結構 見たんですけど思いますが、あのどっちがどうとかっていうことは違うぐらい全く違うもんなんだってことですね。同時にですね、講述する物語的な脚色という点でも原作者自らが、しかも、その後様々な、ね、作品を経て成長した今の原作者自らによるアレンジというのは段違いの説得力を本作にもたらして、これはやっぱ原作者じゃない人がやってたらもうちょっとブーイング多かったかもしれないですけど、説得力を増しているのは明らかかと思います。ではそうやって作られたこのザ・ファーストスラムダンクの特色、すごいところ、技術面と物語面、2つの面から見ていく2幕目に
に行きたいと思います、先に言っておくと本作実は全体として見ると、さっきから絵がすごいって言ってますが実はですね全体として見ると絵としての密度というかテンションにはまあまあばらつきがあります、客席とかはもうちょいなんとかならなかったのかとは思わなくもないところもあるがすごいな。とにかく、試合シーン、バスケットボールの試合シーンですね。とにかくバスケ映画としてとんでもないということです。ここ要はですね、本来矛盾する二つの要素を同居させなきゃいけない話をしてるんですね。まずさっき言った井上雄彦のあの絵。あのタッチの再現、これ元はもちろん当然二次元的な表現、そして静止しているまさに絵なわけですね。それと同時にバスケットボールという猛烈なスピードでとても複雑で密度の濃い異なる要素の動きが展開していく三次元的な時空、それも井上雄彦さんとしては今回やるならきちんと絶対に描きたいといった部分だったそうなので、強い部分だったそうなので、このざっくり言えば二次元的な漫画的表現と立体的空間表現の融合、二つは本来矛盾しているわけですが、近年は 3DCG 技術の使い方、技術の進化そして使い方の進化もありまして、例えば、2019年、スパイダーマンスパイダーバース革新的なアメコミのアニメ表現で世界を驚かせたりもしました。で、本作ザ・ファーストスラムダンクの、対山王戦この試合シーンはまさにそうした試みの日本漫画版最前線というふうに断言できます。まあざっくり言えば 3DCG の土台に漫画的な輪郭線が載せられているということだと思ってください。で、これはですねリソース先ほどの本を見る限り井上雄彦さんの細部に至るまでの妥協なきクオリティの追求の賜物でもあるんですね。つまりこの同じ技術を使ってもここまでネジを締め続けないとこうはならない。自然な動きの数々はもちろんモーションキャプチャーなども使っていたそうですが、そのまんまのメーターはやはり使い物にならなかったということみたいで、とにかく顔や体のちょっとした角度、唇の厚さとか耳の形、目線のちょっとした方向などなど本当に細かいチェックと修正、チェックと修正、チェックと修正、井上さんご自身がやりまくってる。多分試合シーンの全てのカットには何らかの形で井上さんが直接手を入れてるはずですというぐらいの感じだと思う。そしてやはりこう一個一個のねじ締めが全体の印象に絶対につながっていく。井上さん全ての絵セリフ演出に意図がはっきりある人なんで、なんとなくやってる絵が一個もない人なんで、そういう風になる。だからちゃんとやればちゃんとしたものになる。その回あって例えば連続する細かいパス回しのところなどワンカットで流れで見せることこれ漫画ではできませんからね、ワンカットでパス回し細かいパス回し三能がこうピョヒョヒョイってこう回したりするのとかは漫画より格段に飲み込みやすく、そしてバスケ本来のテンポ感も損なわず描くことに成功してるわけです。漫画だとどうしてもそれはその説明になっちゃうんで、それははい、同時にもちろん要所では漫画アニメならでの時間を引き延ばす表現によって特にバスケリアルタイムではこう瞬時にいろんなことが起こりすぎて何が何だか分かんないその諸要素、特にバスケは大変ですが当然それが分かりやすく整理もされている。つまりですね、要はリアルさと漫画アニメ的なデフォルメが最良のバランスとリズムで共存両立している。それによって、おそらく特にバスケットボールの具体的な試合描写を描いた、映像作品としてはスポーツ映画史全体の中でも類例を見ない優れた達成を成しているというふうに私は断言して良いかと思います。で、そうやってちゃんとこうリアルとデフォルメのバランスが取れてるからそう、例えばクライマックスね、ちょっと言っちゃいますけど、桜木がリバウンド相手 のシュートをこう防ぐので返せっつってポンってやります。あそこ桜木が突然現れた感じがするのはやっぱりその空間的にちゃんと見せてるからこそ、なんでここにいるのって感じが我々もよりするようになってる。見事な演出にもなってたりするということです。そしてそれがさらに最高の形で、結晶しているのがクライマックス、残り約20秒ですねからのもう攻防戦というところ、なんですけども、この話はちょっと後にしますね。でとにかくあと一方ギャグ描写はちょっと抑えめ、井上さんやはり映画と漫画のメディア的な違いというの、要するに漫画だったらここまでできることが映画では全てフラットに同じ画面で出てしまうので、でもちゃんとこう例えば赤木が言ったことにみんながわちゃわちゃ突っ込むところとか引きのカットとかにしてちゃんとそこはバランス取ってて、やっぱり映画ならでの文法というのはまさに作りながら学んでる。先ほどメールにあった通り桜木花道のごとく作りながら学んでいく天才というね、素人だけど天才というあたり、発揮してるんじゃないでしょうか。とにかく試合シーン、アニメーションになったことで漫画では、要はセリフでの説明が必要だったアクションなども全て動きそのものでサクッと表現されているためですね、ただでさえこうある種こうスラムダンクってドライにこう試合進行のみ、特にクライマックス三能戦は、試合進行のみで見せていくこの三能戦の下り、ひょっとしたら試合だけを描くというナス・アンダルシアの夏的なソリッドな作りというのもなしではなかった。そしたらでアート映画としてはより価値が上がったと思いますが、ちょっとねやっぱり待ちに待ったあいつらの劇場用映画ね、長編映画としてはちょっとそれあまりにも素っ気ない。やはり物語がちゃんと必要ということで、そこで小北メンバーの中でも、元々の漫画では比較的掘り下げが
されていなかったといえるポイントガード宮城亮太さんがメイン。実はでもこれも、小柄な選手が活躍する沖縄スタイルのバスケというのが連載当初から、井上さんの頭にあって、だから宮城という名字にしておいた。こういうのもあるね、そこもうなってしまいますけども。ということで、その亮太、ある種の主人公として沖縄という脚色を今回しているわけですけど、これがまた大変理にかなっているし、今の井上武彦作品としての納得、度、非常に高い構えだと私は思ってます。まず、主人公キャラというのはですね、特に少年漫画の場合、良くも悪くも、まあ、ぶれないキャラだったりして、2時間の単独の物語の中だと変化とか成長が描きづらいんですよね、もしくは描いたとしても不自然になってしまうことがある。なのでその点、そもそも小柄な亮太は常にある種のハンデを持って戦っているというキャラクター。あと、まあ、そのねピアスというその、短編が元になったいろんなその家族の葛藤みたいなのも含めてですね、この短い時間の間に新たな物語的葛藤を作りやすいし、また、漫画では過去のこととして語られる事故による怪我の、その前後のところ、要はですねその捨て鉢になって足踏みしている自分がもう不甲斐なくてというこの前に進めない段階の人物像に焦点を当てるというこの視点、ひたすら直線的に上がっていくある意味若いというこの、スラムダンクの原作以上にやはりこれリアルに近い、リアルというねその井上さんの作品に近い、より成熟した井上作品の人間観人生観が改めて込められているにも思うという、まあ、リアルは本当にすごい作品ですが、あとですねこれもポイント、ポイントガードというポジションは他のメンバーを一番よく見てるポジションなので、宮城亮太の視点からいろんなそのメンバーのエピソードにも行きやすいんですよ。ボールのごとく。はい。得点に直接絡まなくてもそういうことができるわけです。はい。ということで、まあ、ね、で、その、例えば、亮太と、その対象、ナスがごとく三能のですね、沢北、ね、国内ではもはや敵なしの自分に必要な経験があるとしたら与えてくださいと神社に参るあのオリジナルシーン、ここで亀のカットが一瞬入ったりするのも面白いというね、いずれにせよこれがあることで三能工業のラストもすごく味わいが深まってたりしてという、はい。まあ、それぞれにそのバックストーリーがいろいろ加わっていったりとかね、すごくその、ダイジェストではない、その置き方なんかも非常に見事だとかありますが、はい。ということで、あと家族の話がどうことからか、そこをすっ飛ばしていきます。まあ、とにかく、後半につれ階層が増えてって、あと階層の階層が入ってきたりして、あと時勢もやや前後したりして、若干こう持たれてる感じ、確かになくはないんだけども、それもこれもひょっとしたらクライマックス、一気に密度が100倍ぐらい増す、あの半端なき加速感のため、あの残り20秒の描写のためだったのかも。ここはごめんなさい、もうじゃあ説明してる時間ないけど、あの名台詞を、無音演出、20秒の中、その引き伸ばす時間の中の無音演出の中で見せる。それはなぜかというと、手前の階層でセリフとして口に出してるから。映画ならではの時間差演出なんです、これは。これも見事ですね。はい。とか、そこからのあの有名な見開きのページのね、あれそこに至るまでのリズム最高とかいろいろあります。最後最後、本作ラストのラストに漫画にはない、ある、その先を、未来を示すある展開がついてます。これこそが2022年、今、であれば夢物語ではない。沢北がアメリカに行ってる。これはわかる。でも沢北の相手に来るのはルカワじゃない。彼なんです。それは最新のバスケ戦術がそこと一致してるからなんです。あとまあもちろんあのスリーポイントでどんどんね、あの点を取っていくという先見性。あれも今のバスケのやり方ですから、スラムダンクそのものが先見的だと思います。だからこその今回の脚色、宮城亮太をメインにしたという脚色。だから僕は最後、しかもですね、井上先生は日本のバスケ選手の育成のためにずっと活動してこられたわけですよね。その事実、その先にあるわけです、あのラストは。だから、今だったら夢物語じゃない。日本人でも、そして背が低くても、活躍しうるっていう。だからさ、そのランクのラストにあれが来る。2020年、2年に作られる作品としてあれが来る。熱いんですよ、もう。めちゃくちゃ熱いんですよ。ということを私はこの番組とかも通じていろいろ勉強して学びました。ということで、アニメーション映画として、バスケ映画、スポーツ映画として、そしてもちろんスラムダンクの映画化として、何より井上武彦作品として、よくぞここまで今作り上げた、下手すりゃ最初で最後奇跡的な一本となるんじゃないでしょうか。スラムダンク原作読んでなくても全然大丈夫と断言いたします。そこからもちろん興味も出てくると思います、ね。絶対に劇場で見た方がいい、歴史的一作生まれたと思います。ザ・ファーストスラムダンク、ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。はい、ということでムービー、ガチャタイムいつもここでやっておりますが、はい、ムービーウォッチメン、一応今日のこのスラムダンク表で一応一区切りでこの年はね、で来週水曜日、10月6日、1月6日かん違うか、来週ごめんなさい、1月28日ごめんなさい、28日水曜日にシネマランキング2022やるじゃないですか。でそこで来年1月6日に評論するムービーガチャを、だから来週水曜に回そうかなと思ってますね。そうですね、はい、この場ではちょっとね、ペンディングしておきます。なのでぜひ、来年一発目1月6日に評論してほしい映画募集しております、はい、リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。
宛先はどっちね、歌丸アットマーク tbs.co.jp、 歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送っていただければ幸いでございます。はい、ちなみにこの第6スタジオね、私ね、もう今日はアタッシュケースにね、アタッシュケース、ゲンナマかっていうね、感じで原作とですね、いろいろ入れてまいりましてスラム、ちょっとね、終わりの方、時間がこう、時間読みもまたやっぱりしね、わーっとなりましてね、残り約20秒ぐらいの感じで、はい、本当はクライマックス20秒のあそこからの演出がものすごくて、そこをこう、なんていうの、どういう風に演出がこう切れ替わっていくかを全部記憶したので、そこを全部話しちゃおうと思ったんですけど。話してほしいんですけど。いや、もう時間長いんで。なんでですか？映画館で見てください。私が口で説明するよりやっぱり見てもらった方が早いんで。確かに、そうです。ていうか、今、この後に及んで言ってないやつは本当に言ってから、いや、本当に万人にお勧めしたい。素晴らしい作品でした。スラムダンク表でした。